うちの商品を買え！え、募金してくれるの？サンキュー。あれ、放題、また来たんだ。お、さすが放題、よく気づいたな。それはラブハーツ募金だ。そんなわけないだろ。このギターは僕の魂なんだ。買い替えたりなんかするわけないだろ。殴るよ。ふう、ま、放題になら教えてあげてもいいけど。うん、やっぱ秘密かな。へへー。うちの商品を募金しろよな。サンキュー。募金サンキューな。放題のおかげでラブハーツも一歩前進だぜ。お、さすが放題、耳が長いな。お、僕の耳は普通だと思うけど。まあそうなんだよ。うちはベースがいなかったからマドカが加わってくれて助かったぜ。人聞きの悪いこと言うなよな。放題でも怒るよ。僕たちは正々堂々と戦って奪い取ったんだ。マドカはもともとドラムだったんだけど、うちにはドラムのメイムがいたから二人でドラム対決をしてもらったんだ。マドカがボロ負けしてベースをやることになったんだけど、彼女のベースなかなかいいリズム刻むよ。ドラムより向いてるんじゃないかな。今のラブハーツはベストメンバーだぜ。またライブやるからその時は応援よろしくな。いらっしゃい。何にするんだ？え、募金してくれるの？これで一歩夢に近づいたぜ。毎度ありがとう。お、見てくれたんだ。サンキューな。あの衣装はアリサが作ったんだね。キーボードの腕はいまいちだけど、衣装作りは抜群なんだ。まあ、隙を見せると僕の髪をモフモフしようとする変な癖があるんだけど、また近いうちにライブするからその時の衣装も楽しみにしてくれよな。いらっしゃい。何にするんだ？募金してってよ。毎度毎度、募金サンキュー。ところで気になってたんだけどさ、今日の放題なんだかモテモテじゃね？いや、バレたって。目の前でそんなに告白されてるの見れば僕だって気づくよ。放題もいろいろ苦労してるんだな。でもそんな生き方もロックだよな。そういえば先輩にもあったんだよな、そんな日。ま、とにかくあと少しで募金もたまりそうだし、できれば協力してくれよな。うわー、うちの商品を買え！募金してってよ。毎度今までサンキューな、放題。実は僕が今までバイトしてたのはアメリカに行くための軍資金を稼ぐためだったんだ。
ロックの本場アメリカに行って僕たちの音楽がどこまで通用するか試してみたい。まあ武者修行だな。お前がいっぱい募金してくれたおかげで渡米のための軍資金がたまったんだ。放題にはいくら感謝してもしたりないぜ。うん、僕たちラブハーツはこれからしばらく学校から離れることになる。それでなんだけど、放題、お前も僕たちと一緒についてきてくれないか。放題にはラブハーツの専属マネージャーとして一緒に来てもらいたいんだ。僕、放題とならうまくやっていける気がするんだ。僕たちと一緒にラブハーツの歌でアメリカンドリームを掴んでみないか。をまとめてくれ。おお、待ってろよアメリカ、いや世界、ビッグなドリーム掴んでみせるぜ。掴んで見せるぜ、アメリカンドリーム。